天皇陛下っってて何をなさっているんですかあなたがご自分のことを考えたときにこういろんな人間関係ありますよね。ありますよね。でもどっかでいつの時代にも一人だけ自分と会ったこともないのに祈ってくれる人がいる世の中それってすごく僕話しててもこう気持ちが落ち着きますあななたもそうじゃないですか日本には その人がいるんです。それが天皇陛下であり今の天皇陛下もこれから今まだ午後なんですけど夜更けていくと誰も見てないところでご自分のことを祈られない家族のことも祈られない知らないあなたのことを祈ってくれるずっと2,000年を超えて日本の天皇陛下はそれをなさってきたんです守りたいと思います